タイヨチャンネル。はい、ということで今回はね、今やってきましたまあこれからね、ちょっと買い放題じゃないからね、必要なものをお金無制限で買ってください。一応言っとかないと、必要なものね、詰め放題とかじゃないから、本当に欲しいものを買ってください。はい、じゃあ行ってきます。やば、キミラの買い物やば、えぐ、まあ、ちょっと家に帰ってからね紹介したいと思います。帰ります。はい、ということで帰ってきました。たくさん買い上がって、お客さん20人ぐらい後ろに並んじゃったよ。迷惑な客だなと、いうことでまずね、太陽くんから。でもさ、あのさ、 YouTuber って分かってくれたら、それ取らないとして、我々も一般市民ですからね、はい、太陽くんのまずこれ何これ、これ枕、これ肉コロ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 って、なんかおしゃれ。太陽買ってるのはそのクッションと、太陽のゲームしながらなんかお菓子とかめっちゃ食べるから、その下に置く用のゴミ箱、えらいことになってるんだよ。ゲームの部屋がいつもお菓子まみれ、手元のところもすごいゴミ。テレビの下になチョコ落とした。知らんやな。え、100円だよなこれ。100円。なんかこれもらって、いや5000円だったと思う。で2個トートバッグだって、うん、太陽まだあったな。はいはい、ラッキーストーン、削っていくと石が出てくるっていうおもちゃっていうかね。お父さんこれ買ったやん。そうだ、お父さんはねこれだけ。かわいい。暗いところに光るやつ。お父さんもねこれ買ったの。ボール、これはちょっとライブタイムラインでスライム動画を出してますので皆さんぜひ見てください。フォローお願いします。クイズ系はちょっと切って、あ、もう、え、ちなみに太陽は終わり。太陽は終わりだと。ラメ入り絵の具、そんなある。うん、これをもうスライムで使いたいと思います。これ2つ買いました、かわいいから。で、これも着るように買ったでしょ。なんだこれ、スクイーズだよ。羊これ、え、もう出したんかい。このスクイーズ系はちょっと切ろうと思って、これかわいいから買った。レインボースライム、めっちゃ買ってるやん。マカロンカラー粘土4つかな、4つか5つ買いました、うん。これ今使ってるのがもう汚くなっちゃったから、あの交換用です。これもタイムラインのやつするやつ。そうこれはあの水回り、ここでゴシゴシするやつ。でビーズ、あ、ビーズ、うん、懐かしい感じがする。はい、でこいつもスライムに入れます、はい、って感じました。はい、以上です。基本的にはタイムライン用のその仕事道具っていう感じで今回買いましたね、タイムママは。いや夜じゃないと無理だよ太陽。明るいしまだちょっと。翼のランちゃん、どっちが先か、じゃんけん。あ、ランちゃん、次はランちゃん。やばいぞやばいぞ。ランちゃんね、カゴに詰め放題だと勘違いしましたね。その画像がね、試食はこちら、ドン。はい、ひどいでしょ。え、これかわいいんだけど。ランちゃんと翼突然いなくなって戻ってきたと思ったら、これいいでしょみたいなね、二人で。かわいいだろ。並べていこう。お、かわいい。何これ、ちっちゃ。スゴロク、スゴロクが作れるんだって。え、じゃじゃん、これ人形です。あー、ご飯食べさせるやつね。あ、ベビーカー。ランちゃん同じの買ってんだよ。早く色違い色違い2つ、椅子、椅子。あ、それ結構クオリティ高い。そうなのよ。自転車、はい、ベビーカー、電話そして、あれ、たくさん入ってるこれ。あ、これは洋服とかを飾っとけるやつ。いいよね、うん、これはお世話だにゃん。ユニコーンの置物。どんどん見つけてくるの。あとマーメイドのプラスチックケース、これにご飯入れたいそうです。カチューシャ。あ、カチューシャ、あ、かわいい。もう一個あったよね。かわいい、なちゃんカチューシャ大好きなの。カチューシャが増えていくな、これ。お、ユニコーンのマスク、うちの置いてあげて。これね、みんながレジに行くよって言いながら歩きながらペッペッペッって横から取ったやつ。買い物上手なのか。え、これ何、これリボンで、これはどこに飾るの、これ。ランちゃんの場所。あ、ランちゃんの場所に飾ったけどね、はい。あ、そうだね。あ、そうか、ベッドのとこ。バスボール、めっちゃ。それは何、袋、お片付けすんの、こんな感じ。あ、袋、あ、以上。女子だね。色がかわいい、色がピンク色だもん、ほとんど。なんか楽しかった、買い物。じゃあこれかわいいと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。じゃあ片付けて次はバシャ。おい、
じゃあランちゃんと翼交代。翼くんもね、いろいろ買ってましたね。翼もどっちかって言ったら詰め放題と勘違いしてたんで、はい、その証拠はこちら。ドン、はい、ひどい。なんだそれ、土遊び用バケットトラック。はい、なんだ、嘘、こんなのいつの間にか売ってたの。同じシリーズのショベルカー。はい、はい、ランちゃんと一緒のソフトパズルブロック。どうするんだよこれ。どう、ニコン買ってる。なんだそれ、どっから見つけてきた。あ、かわいいやん、この子は。あの、小銭入れ。はい、スピードレーシングカー。あ、すみません、これでもね、対象年齢が6歳以上になってる。あー、おいしい。あー、もう返品してきますね。ダメ。じゃーん、何それ。スラムみたい。ラメパウダーって書いてある。ね、何これ。モンスター粘土。ワンちゃんと猫ちゃん、ランちゃんと一緒だ。なんだよこれ。モンスター、モンスター。じゃん、あ、ソフトグライダー。トミカとトイストーリーで、なんかすげえ懐かしい感じがする。ジェットボード、これお風呂で使うやつかな。最初じゃん、ソフトグライダー。ちょっと、みんな買っとんやん。うそ、ソフトグライダーのポケットモンスターとトーマス。これレジの人大変だったもん、翼の時。仮面ライダーのカード。あ、まだ出てきた。カーブのソフトグライダー、ちょっとこれ。で、除菌クリーナー。で、また出て、アイ、アイランちゃんと一緒だね、これ。どこに飾るのこれ。鼻、翼、パンコールの、これなんだこれ。あ、キーホルダーだな。スクイーズ。あ、スクイーズ。え、置物、ゾウ。ゾウとユニコーンと、あとキリン。ちょ、どこに飾るの。なんで、桜。だからさ、考えながら買って。お世話だワン、もう一個出てきました。これランちゃんにあげるそうです。お世話だワンじゃねえ。これはアメリカンバイク。もうアメリカンいいっしょ。もうまだ出てくるの。このスーパーカーはなんだ。じゃーんって出てきたのが。だからどこに飾んのよこれ。ユーキーゴにダッチュ。 USA のさ、カリフォルニアとか。ビックラ卵。ポコちゃん。なんだこの。いや、ポコちゃん100号やな。ポコちゃん100号。じゃあ以上でございます。翼の買ったやつはね、こんな感じです。で、総額がね、この辺に書いておきます。はい、ドン、1万超えです。あのね、弟だね、妹は連れてきたくないんですよ。